まあね男なんて早く死んじゃっても構わないわけです。<laughs> まあ男と女いろいろあるけどね、えーまあ、今男女差別とかそういうのをいろいろうるさく言うから男と女の違いとかねそういうことを言い出すと非難されることもよくあるけどやっぱり男と女とは違うわけだよね。 その、生きてきた、その歴史が違うわけだからね。もう、要は、一万年以上前の、そういう、ええー、まあ、原始的なね、そういう生活。今の、こう、現代的な文明の、を生きてる、う時代よりも、その昔の、ね、原始的な暮らしをしていた時期のずっと長いわけだから、その長い間に、ええー、なんていうのそういう進化してきた、 生き方っていうのはあるわけだよね。で、男は狩りに出かけて、ね、えー、外でいろんなことやって、えー、で、獲物を得てくるっていう、そういう仕事があったわけだよね。で、女は家の、家を守るっていうね、家とか家族を守るね、子供とかね、そういう家族を守るっていう役割があって、で、その役割に従って脳が進化してきたりしてきたわけだよね。だからそ、それが今でも染み付いてるから、 考え方とか価値観の違いというのは男女確実に、ね、大きく分かれてるわけだよね。うん、で、まあ、長い歴史で見てもね、文明が発達してきてからもやっぱり男性は外に出ていろんなことをしてくる。そのためには決断をね、早くしなきゃいけない。だから、すぐに結果を出すっていうことはすごく得意なわけだよね。だけど女性の場合は結果を出すのは得意じゃないわけ。ね、ああでもない、こうでもないっていろんなことを言ってみる。だから、 結果なんか出されると逆に迷惑だったりするわけだよね。よく、そのお買い物とか行ってね、その洋服なんか選ぶときに <laughs>、女性は時間をかけてこう選んだりして、で、男の人にこれどうって聞いたりするわけだよね。で、男の人は、それいいよって答えを言うんだけど、そんな答えなんか女性は聞きたくないわけ。もちろんいいよって言ってほしいんだろうけどね。<laughs> いいよって言おうが女性はそれに決めたりしないわけだよね。 いいよって言って男だ考え方ならそれに決めればいいのにって思うんだけど、せっかくいいよって言ったら無視して、ね、違うのを選んだりするわけ。それが女性の考え方。それは女性は結論を出さないわけ。出さないとか出さな、出さずにうまくやっていくっていうね、そういう生き方を選んでるわけだよね。で、男性の場合は、とにかく結論を出して、出したことをね、実行して、えー、早く物事を進めていく。ね、女性は、 物事は進めない。男性物事を進めていくってね。そういう役割があって。で、まあそういう役割があるからこそ、歴史を作ってくるのはもう常に男性だったわけだよね。男性の,その決断力がないと、歴史とか政治とかっていうのは動かないわけだからね。だから、もう必然的に歴史とかね、政治とか、まあそういうのを動かすのは男性の役割になってきたわけ。 今でこそ女性はどんどん進出してるけど、やっぱり男性と女性は違うからね。女性の方がそういう不得意なら間違いないわけ。えー、まあ、今の時代はまあそう,いうね、すぐに決断を出さなくても、うまくやっていくっていう方があるかもしれないけど、まあでも、長い目で見てね、えー、とにかく決断、結論を出して、どん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 先に行った方が、えー、まあ、物事が動いていきやすいわけだよね。うん。だから、 過去の歴史は男性が活躍してで、歴史を作ってきた、社会を形成してきた主役は男性であったっていう歴史だよね。そういう歴史があるから男性の方が優れてるって思われがちだけど、それはたまたま男性がそういう役割を果たしてきた結果でしかなくてね、男性が優れてるわけじゃないんだよ、もちろんね。女性は女性なりのそういう優れた部分があって、で それを生かしていればそれで十分なわけでね。別に歴史を作る必要なんかないわけ、女性はね。<laughs> で、これからも、今の時代もおそらくそれでいいと思うんだよ、本当はね。だから、無理に女性は決断をね、急いで、ね、男性と同じような考え方を持って、歴史を作っていくとか、政治をやっていくとか、そういう考え方をしなくてもいいと思う。無理にね。そういうことは得意な人がいればそれはそれでいいけど、ね、もちろん今、そういうの得意な女性ね、もう増えてきてるけど、でも、 無理にそうしなければいけないってわけじゃなくて、やっぱり女性は女性のね、えーまあ、得意な分野を生かしていけばいいわけだし、男性は男性の得意な分野を生かしていくいわけ。ね、結論、決断を出さずにね、なんとなくうまいことやっていく。ね、和を持って尊しと、それみたいな、<laughs> 昔のその日本の価値観で、ね、そういうのもあったよね。うん。みんな仲良くやっていこうっていうのが、うん。まあ、そういう考え方、おそらく女性的な考え方に近いと思うんだけど、 男性はみんな仲良くやるよりは、ね、俺は俺だと言って、自分の考えを主張することが正義になるわけだね、男性としてはね。それをやると、やっぱり、こう、衝突もあるから、ね、この男性が作る社会っていうのは戦争が起こるわけだよね。だから世の中戦争が絶えないっていうのは男のせいなんだ、結局ね。だけど、もっと女性が進出してくれば、その戦争をなくすことも可能なんだよ、100%。 本当はだから女性どんどん進出した方がいいよ、社会ね。そうすることによって、世の中の戦争をなくすことできるけど、逆に言うと、女性はそう決断をしないから、世の中にある戦争をわざわざなくそうなんてことはあまりできないわけ。そういう力を持たないわけ、あえて。<laughs> だから、ね、結局なくならずに、男性に任せてるうちに、男性はドンパチドンパチやっていつ、いつまでたっても戦争はなくならないみたいなね。まあ、そういうちょっと、 悪循環に陥ってるけどね、今の世の中ってのはね。今の世の中、これ、今までの世の中は全てそうだったけどね。人類が歴史を、文明を築いたじ最初の時期からね、戦争ってなくならないけどね、それはもう全部男のせい。<laughs> 男が悪いんだよね、戦争なんてね。うん、男がそういうこと言わなきゃ。いやで、でもその戦争があるからこそ、男は何かを主張してね、これをやりたいって思うからこそ、そう新しい価値観が生まれたりしてね、歴史が作られるわけで。戦 その結果、戦争も必然的に、まあ、必要悪としてね、生まれてしまっているわけだよね。まあ、やらなくて済むならそれはそれでいいんだけど、でも、ね、男が二人いれば必ずね、意見が食い違って、どっちかが勝ちたいって思うわけ。ねだ。だったらもう衝突してぶつかってどっちかをね、こう、滅ぼすしかないわけだよね。そういう、そういう価値観しか持てないな男っていうのはね。<laughs> だから戦争は起きるし、そうしないと歴史はつ作られていかない。 難しいところだけどね。まあでも、そういうことを気づいてる私みたいな人間もいるわけ。そういう人が増えてくると、また世の中変わります。だから、一人一人のね、みんながね、そういうことを考えて、えー、戦争をなくすってこともできるわけ。そういうことみんな考えるようになればね。今は、俺は俺はってなってるから、争いはなくならないで。今ちょっと悪い方向に世の中行ってるけど、みんなちょっと自分のことを考えすぎてるよね。 誰かのためにっていう考え方とか、みんな仲良くしようっていう考え方、少し薄れて、自分が幸せになろうってことばっかり考えてる。だから、まあ、ちょっと悪い方向に行ってるなと私は思うんでね。それが占い、占いのね、えー、利用の仕方にも出てるけど、占ってすぐに結果が欲しいっていうのは、決断したいっていうことでしょ。ね。その結果が欲しいっていう気持ちは、もう、争いを生む原因でもあるわけ。 ね、要は自分のことしか考えてないってことだから。そうじゃなくて、まあ、ね、すぐに結果っていうよりは、やっぱりその結果に至るまでの過程をすごく大事にするっていうね、そういう考え方を持つってことも大事。ね、何事もこう、急いで結論を出す必要はない。ねおと、男のような考え方でね。うん。だから占い好きな女性こそ、やっぱり結果っていうよりは、まあ、占うっていう行為っていうかね、そういう物事をもうちょっとね、 じっくりと楽しんでもらえればいいんじゃないかなと思います。はい。ちょっと話が余計な方向行ったけど。<laughs>